他では聞けない美容医療の悩み相談、ドレクエ広場。このコーナーは口コミ広場に寄せられた美容医療に関する悩みや疑問のどれか一つのクエスチョンに専門家がお答えしていきます。今回のテーマは、整形で身長は高くできますか。この質問に答えていただいたのは小室美容外科、小室義和先生。整形で身長は高くできるんでしょうか。できます。骨折するとちょっと骨が離れるじゃないですか。でギブスを巻いて、骨が出来上がるわけです。丈夫な骨が。だから骨折した部分って意外と丈夫になるじゃないですか。で要はそれが始まりなんですけどね。実は身長を高くするには骨折の治療と同じメカニズムを使うんだそうです。例えば大腿骨とか下腿骨の骨をこう切るわけです。上と下でこう固定して、で少し離していきます。そうするとこの間骨が、新しい骨が出来上がるんですね。身長を伸ばすための施術方法は、まず骨を切断して専用の固定具で固めます。そして切断した骨と骨の隙間を少しずつ広げていき、自然治癒の力によって隙間が結合され、身長が伸びていくそうです。では実際にこの方法でどれくらい身長が伸びるのでしょうか。大腿部が4センチマックスで、下腿部が5センチですから9センチ伸ばすことができますね。小室先生によると、太もも部分の大腿部は最大4センチ、すねに当たる下腿部は最大5センチ、合計でなんと9センチまで身長を伸ばすことができるそうです。続いて施術可能な年齢について聞いてみました。こういったものは行えるのは、成長が止まってからなんです。男性であればだいたい17歳、女性は15歳ですね。35歳までは可能ですね。それ以降になるとどうしても骨って脆くなってしまうんで、つかなくなっちゃう。手術は成長が止まってからでないとできず、男性はおよそ17歳、女性は15歳くらいから。年齢の限度はともに骨が脆くなる35歳くらいまでだそうです。ということで身長は最大9センチまで伸ばすことができるそうです。ここでオンエア未公開。身長を伸ばすのに必要な期間はどれくらいですか。入院しないといけませんね。だいたい入院期間は、1ヶ月で、器具を装着させなくちゃいけないですね。でいろんなものがあるんですけども、日本でよく行われているのが、ちょっとイメージとしては、ドラム缶みたいな、ドラム缶にこう足を入れて、でこの両方から美容を打って、だから骨自体を上と下でこう固定して、で離しながら少し離していく。身長を伸ばすには入院生活がおよそ1ヶ月、固定をしないといけないので安静にしている必要があるそうです。へえ、こんなに口コミあるの、参考になりますね。人気のクリニックが一目でわかるからいいですね。いい方法が見つけやすいんですね。お母さんやってみたら。先生に相談できるんですか。それは心強いですね。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。